2020年の東京オリンピックまで3年半、大会予算は少知人の2倍以上に膨れ上がり、さまざまな問題が浮上しています。これは東京だけの得意な問題ではありません。オリンピック開催都市では常にさまざまな問題を抱え、住民たちはその都度反対を訴えてきました。マスコミに報じられなかったリオ五輪で起きた抵抗運動とは、去年の。 リオオリンピック期間中にリオデジャネイロを訪問し現地で反対運動を視察した市村美佐子さんにお話を伺います市村さんよろしくお願いします,いします市村さんはアーティストでで東京の公園のテント村で暮らしながら貧困問題とか社会的繁盛問題とかジェンダーの問題とか様々な社会問題をテーマに表現活動をされているわけですけど去年夏にリオ五輪の まあ現場に訪問されたのは別にそのそれぞれの競技をその観戦に行ったわけではない。はい。はい、そうですね。えっとオリンピックがもたらす問題っていうのは1964年の東京オリンピックでも大変な排除が。 オリンピックが開催する都市では大きな問題がたくさん起こっているということで2020年の東京オリンピックでも大きな問題が起こるんじゃないかということもありましてにに行っってて状況を見に行ってきました、はい、で実際にオリンピック開催の直前ぐらいにリオデジャネイロにまし、あ、た。 あの入られたとということなんですけど、はい、第一印象というかオリンピックといえば当然ものすごい華やいでいてあのそういうイメージかなと思うんですけどいかかがでしたかそれがですね私もそうだと思って行った途端ですね空港ではですね完全の人たたちがストライキを起こししていました空港自体もですね工事がまだガンガンとやっていまして私着いたのが7月27日だったんですけれどもポスターなどは全くなく唯一えっと オリ,ンピックオリンピックが開催される街中の方と空港の間を結ぶ、えー、と高速道路ですねハイウェイの横に、えー、とオリンピックカラーの、えー、フェンスが建てられてたんですけれどもその後ろにはですねあのファベーラという貧困の人たちが住む村がありまして、えー、実は後から聞いたらその村を隠すためにそのフェンスは建てられたと。 いうようよな状況で、そこには少しオリンピックの、えー、カラーがありまして、えー、街にもですねあの何か覆い隠すところにはオリンピックの建物オリンピックの看板があったりとか、えー、してるような状況でした。 実際ちょっとねあのどういうようなその配置になってたか教えていただけますか。はい、今私が話したようなここが、ね、えっと空港ですね。うん、ここからですね街中の方に行きますとえー、これがマナマラカナンスタジアムと言い,いましてえー、メインのスタジアムですこれは日本で言ったら新国立競技場みたいな感じですね。はいそうですね,、はい、ですね街中にありましてあとコパカバーナという地区がありまして、はい、ここは 非常にリゾート地として非常に有名ですけれども、えーえー、とこの海沿いにですねグアナバラ湾、えー、っという海がありますがそこに面してコパカバーナとというところがありますそしてちょっと離れてるんですがパーラ地区というところにオリンピックパーク五輪公園がここに建設されましてで近くに選手村があります。でこちらの 山の方はですねちょっと行けなかったんですけれどもこの4か所が大きな会場オリンピックの会場になっていたとということです、うん、なるほどあの実際に市村さんは会場にも期間中はは出向いていてっったたりされたんですか、はいえっと、ですすかえとねマラカナンスタジアムこの真ん中のスタジアムに行、えー、オリンピックが開催された2日後に、うんえー、行ってみました。 すると駅がついていても、うんあのー、案外、空いていて本当にここでやっているのかなと思ったぐらいなんですがで実際スタジアムの方の前や入り口に行ってもです、ね、これがオリンピックなのかと思われるぐらい、えー、本当にししていまして市村さんが撮っていただいた写真があるんですけど。<laughs> はい ガガラガラそうなんですよあの入り口なんですけれども、えー、ここにあの荷物検査ななどすする、えー、入り口なんですもちろんガードが硬いので全部あの荷物検査するんですけれども、えー、全く並んでいなくてガラガラなんですね。でチケット売り場もなんか全然人がいなくて閉鎖している 売り場もあったぐらいですね。うん、最もオリンピックの中でも人気の高い、えー、陸上競技、女子陸上競技でも、えー、5割から6割ぐらいが、えー、と空席だったという報道がされていました。実際どういう反対が行われてたのか教えていただけますか。えっと私が知っている限りでは、うん、街中ではですね、学校 公立の学校や、えー、大学や高校30校、えー、ぐらいがですね、えー、オリンピックより教育をというスローガンを掲げてオキュパイ運動が、えー、開催されていました。それはど,どういうことなんですか。まあ、学校がですね、えっ、ー、と掃除の人たちが給料が払われないので、えー、来なかったりとか。 食堂が閉鎖されてしまったり大学の先生も給料が払われてないという状況が起こりまして、えー、すごくあの学校内の環境が非常に悪くなったすべてオリンピックを優先することによってそのようなことが起こってしまったので学生たちが「オリンピックよりも、えー、教育を」というスローガンを掲げてオキュパイ運動を始めた。 ようですだからそもそもその財政的に非常に困難な上にオリンピックがあってそちらの方にまに開催に向けてすべての,そのいろんな予算を投下してそうすると教育がすっぽりと後回しになってるっていうことに対するこう抵抗運動とうことになるんですかそ,です、ねはい、そのようなことが起こっていまして、うん、あと他にもですね町の掃除の方々が給料が払われなかったりとか。 ストライキを起こしていたりとか労働者の方々も学生さんたちも反対してましてで連日各地ででデモが行われてたようですそうなるとあのどちらかというと華やかというよりは全体として非常にこうオリンピックに対してこう抗議するというか反対するというものが目につくという状態だったんですか、うんですね、オリンピックを反対する、えー、ポスターや、えー ですね、ステッカーなどが貼られてたりとか非常に面白いなと思ったのがですね聖火ランナーがブラジルを回ってたんですけれども回りますね、はいはい、それを、えー、止める、えー、活動が、えー、各地で起こっていました <noise> 水が上から突然ザブンと流れて,て <laughs> で、ね、成果を消すとか。<laughs> あと消火器であの消そうとしたりする人たちとかがいたりあとこうファベーラとかの入ってくるんですけれども町のおじさんがバケツに水を用意していてで水をかけたりとかまあその日その日のスタート地点でえっとその,成果のスタートを止めたりとかですねまあデモもありましたしそういった個別の反対の表現 あと組織的に反対運動がですね、うん、各,あの各地でコパ・ガバーナとか、うん、あのマラガナンスタジアム周辺で、えっと、デモを行ったりはしていました、うん、で私があの参加したデモは1月5日の開会式の日にですね、うんえー このスタジアムに向かう、えー、でも参加ししてきました寮ではですね道路全部使ってもうみんなが自由にですね並んだり決してしないですね、えー、子供の方も参加されていましたし、えー、と歌を歌ったりとか楽器を鳴らしながら、えー、参加したりとかあと飲み物を販売する人たちが。あの 露店の人たちも一緒に自転車に乗っけて一緒に歩いたりとか、うん、非常に自由な感じはしましまたね,、うん、ねすごいなんかこう楽しそうなあのピースフルな感じのデモのイメージですけど、はい、でも一方警察などによるあの排除なども結構厳しかったというふうに聞いてるんですけど、うん、それはやっぱり五輪ということもあるでしょうし厳しかったんですか 世界の中でもかなり厳しいという、うん、ひどいという、えー、動機は出てるみたいですけれどもデモ隊に対してですね、えーえー、ゴム弾を撃ったりとか催眠、えー、爆弾を、えー、爆発させたりとかするような非常に暴力的な、えー、警察ですね。 でスタジアムの直前になってですね、えー、絶対もうこれ以上行かせないということになりまして近くの公園で解散したんですけれども、えー、デモが終わってそれはもう終わってるはずなんですがみんなが公園の中に、えー、まあ いてですねその公園はですね近くの家族連れで遊びに来られている方もたくさんいたんですけれども突然ですね警察が公園の中に入ってきて、えーまあ、何の警告もなく、えー、その。 デモに参加人たちを解散させるためだと思うんですけれども、うん、突然何か爆発物を爆発してすすごいですね私は本当にびっくりしましてあの何が起こったのか全然分からなかったんですけれども、うん、あの煙がすごく上がってですねみんなすごいなんか逃げ惑っていろんな人たちがキャーキャー言って逃げ惑っていたのでこれも私は逃げなきゃと思って。えー 公園の外出ようとしたらです、ねあの、目も痛くなってのも痛くなってもうもう前が歩けなくなるぐらいつら、うんえー、くなってきましてみんながなんかゴホゴホ咳き込んだり、うん、そうなんです実は砕流ガスだったんですね。 催流爆弾を爆発したようでした。で結局そこの公園には誰一人もいられなくなって、うん、その普通にいた家族連れもそうなんですよ。外に追い出されちゃう。そうなんですね。うん、本当にひどい弾圧、えー、ですね。弾圧とあの暴力的な、えー、暴力ですね。完全にね、うん、あのことが起こったりとかしていました。あのそれで今ちょっとここにね大きなあのフライヤーがあるんですけどこういったその いわゆるその直接行動的なねそのデモというだけでなくってそのこのオリンピックにまつわる問題自体をディスカッションする討論するような企画もあったというふうに聞いてるんですけど、はい、それはどういったものなんでしょうか。 この<は>、えー、リオ2016ジョゴスダエクスクルダオというイベントなんですけれどもこれがですね8月5日から、えー、開会式が行われた、えー、ですね8月5日まで行われました。うん、でこれはですね一つの,あの州立大学ですね。あのリオの,の 町の真ん中にある州立大学、そこもオキュパイ運動してたんですけれども、うん、そこの、えー、会場、そこを会場としまして、えっ、ー、と議論がオリンピックにまつわる議論を徹底的にやっていこうというイベントでした、うんうん。具体的にはどういう方が参加してどういう議論をされてたんですか？テーマはですね、環境問題とか題、えー、人種差別と軍事化。 などかあとは教育問題とか、うん、あとスポーツとナショナリズムについて、うんえー、女性の都市への権利、うんまあ、ジャーナリズムについて、えー、あとはそうですね、まあ、排除のことなどを話されてます、うんまあ、本当に幅広くいろんなテーマがあって、うん、そしてその表現の仕方も討論もあればそういったワークショップもあればアートのようなものもあるし。うん いろいろな形で朝から晩まで展開しているということなんで市村さんはのその中でも何かこう気になったセッションとかあの。環境問題について話されているところ実はそこで私はあんまりお話がポルトガル語でわからなかったんですけれども、えー、様子をちょっと見ていたらですねあの先住民の方々もたくさん参加されていて、うん、で議論の間にですね突然 歌,い歌なのかな何,何か言語なんでしょうか歌ったりとかですね、うん、で、えー、議論されてる方々が突然こう輪になって歩き出したりとかして、うん、でそのあってそれでまたまた座ってまたそういった議論が行われるというような多分その先住民の方々の議論の仕方も取り組みつつ、えー、議論していくというような,、うん、なんか非常に何かあの 経験したことないもうそのやり方というかう、ね、開催のされ方持ち方自体がオルタナティブみたいなな感じなんですね本当にたくさんのいろんな立場の人たちに被害があるオリンピック被害が起こっていたので、えー、そういった人たちが、えー、それぞれの言葉やそれぞれの表現で声が出せるような、うん、え場がここでは作られていました。うんうん 先ほど来そのファベーラという言葉が出てますけど、はい、このマップによると、はい、赤いところオレンジのところが、まあ、ファベーラ、ね、ファベーラというのはその一口に言うと何ですかそうですすかそうね、まあ、あの貧困層の人たちがまあ住んでいるというふうには言われていますけれどもリオのですね 20%, 25 20から25%の人たちがファベーラに住んでいるので。うん 日本でいうそれこそアルバイトでくらいやっていってる人とか非正規でやってる人とかはファベラに住んでるみたいな感じになってるんじゃないですかね。その日本でいうね、うん、かなりの数があのファベラの方に住んでいますね。で、千カ所ぐらいあるらしいですね。これは本当に知らなかったですね。千カ所こういう、はい、いろんなところにその地域が存、ね、在していると。はい、ここね色がね、赤い部分と、はいはい オレンジ部分がファベーラとあるんですけれども、はい、赤いところというのはですね UPP という、えー、軍警察の建物が設置されてしまったファベーラのコミュニティの中に突然ですね UPP という大きなあの軍,軍警察が、えー、建物ができましてそこ,を、まあ、そこが中止になってファベーラを統治するというようなことが起こっています。 行政はですねオリンピックの安全に開会されるためにですね貧困層にある治安問題、うんえー、特に、えー、あの麻薬組織を撲滅するというような名目でですねえっと、えー。軍警察が、えー 非常に介入してきているということが起こっていましてで、軍警察何が問題かというと、もう銃を常に持っていまして UPP がないところでもですね、ね、まあ週に二三、えー、回はですね、うん、軍警察がファベラの中に入りまして銃撃戦が行われているということです。まあファベラの方の中にいる人たちは、まあ多くの人たちは銃を持ってないわけですよ。で、でも 撃つ警察は撃ってしまっていまして15年にはです、ね、警察が市民を殺した数が600人オリンピックを開催するための治安維持のためという名目で600人の市民が警察に殺されていると。はい 本当にびっくりしてしまう、えー。ええ、そうなんです。もう実際打たれてる人はもっとたくさんなんですね。うん、亡くなっている方がある百人ぐらいですね。すごいことですよね。うん、で、さらにその排除というか追い出し、開発のための排除で七万人ぐらいが、七、はい、万七千人という数字が出てます。<万>はい、そこでやっぱり会場ですね。 えー、オリンピックのスタジアムを作ったりとかですねオリンピックのためのですね開発ですね開発でここをちょっときれいにしようというオリンピックに向けて少し、えーまあ、あ浄化政策とかもありますけれどもあのちょっと少し観光客がたくさん来るから、えー、建て替えようかとかいうような話からですねなぜか、えー、ファベラに住む人たちを追い出している、えー、ということになって っていうことが起こりましてなまあ7000人が、うんえー、排除されてしまっているという,うなかなかすごい規模かなと思うんです。さっきあの、はい、お話ししていただいたこの選手村周辺、うん、ここでも700名ぐらいのその方々が住んでいる地域で、はいはい、そういった排除があったと選手村もあここに近いですし、はいえー、オリンピックパークという、はいえー、大きな 会場になったところがあります。そこに隣接していたファベーラですね700人が住んでいたヴィラオートドロモというファベーラがありましてそこが非常に強い追い出しが起こりましたでもちろんですねずっとここに住んでいらっしゃいいろんな立場の人たちが住んでいたんですけれども、うん、まあ追い出し当然反対しまして。えー まあ、長い長い抵抗がありましてですねみんなずっとあれですか抵抗っていうとその工事で追い出しをしようとしてもこう住み続けるとかそういう形で抵抗もちろん、まあ、多くの人たちが、えー、追い出しというかまあい違う場所に建てられたあ、えー、建物にですね、えー、と住居にあの移ったっていうこともあったんですけれども、えー、20件 <laughs> 最後残りましてですね。自分たちの家を壊されてもそこに住み続てたんです。絶対動かない。壊されてもそれにはい、住み続けたんです。はい。はい、そのダンボールハウス的な <laughs> いや、えー、という,ようなですね。あのここのファベラっていうのはレンガでできてるんですね。で、えー、残ってた方がおっしゃってたのはあのー、自分たちはまあこの方はお掃除の仕事をなさっている方なんですけど掃除でずっと働いて一つずつ。えー あのお金ができたらレンガを買ってそれを一つずつ並べてえ自分の家を建てたんだだから絶対私の家なんだここはっていうことであの動かなかなったんですで壊されてもそのレンガは私のものだと <laughs> でそこの場所は私のものなんだということで、えー、彼女は動かなかったでそこに他の人たちも20軒動かなかったんですね。でまあ、教会などので、まあ その村に教会があったので教会でみんなで暮らしていたりとかあもう本当に何か災害が起こった時のような状況ですね、うん、あの教会にみんなでの中で避難をしたっと仮の状態でそこでしたそれで、うん、それでも残っていたということで行政が根負けしまして、うんうん、オリンピックが開発して 開会する直前に二十軒真っ白な家をこれもね写真があるんですね、はい、建てました <laughs> ん真っ白い家を白い家を二十軒建ててそれしかも庭付き <laughs> あのあのオリンピックパークの真横にですねあのそびえ立っているのがですね <laughs> あのオリンピックホテルなんですけれどもその横にですねあの建てましたでそこでまあ最初はもう えー、なんかあの渋々なんですけどあの皆さんなんか住んでやるかぐらいな感じで <laughs> 住みましてでもまあ彼女たちはコミュニティを潰されたわけですから非常に怒っていましてあのそんなもんで納得するたら大間違いだということで住んでるんですけれどもそこにですね、まあ、ここで何が起こったかっていうことをえ見せるためにえー 開会オリンピック開会中にですねオリンピックの排除の展覧会っていうのを、えー、そこの20軒のうち1軒をですねあの展覧会場にしましてそのお庭の方ではですねあのボロボロに壊された自分たちのレンガとか、うんえー、壁とかを置いて展示してこれがあの元あった私たちのお家ですっていうようなのを。 展示したりとかしてです、ね、たくさんの報道陣の方が、うん、来てまして取材を、えー、彼女たち受けてましてすごい忙し,そ,うでした、ね、それでこれはもう本当にどこでもこんなひどいオリンピックは本当にのやめるべきだと、えー、どこでも起こっているて今日は東京から もう来たとか言って <laughs>、言ってくれて,て、東京でも怒っているらしいとか言って、あの言ってくださったりしていました、うん。今ね、その東京から来てるぞっていうことで、うん、東京でも来ているらしいということで、うん、お話ししていただいたということですけど、まあ。あの日本、あ日本というか、東京のね、あの五輪に向けては、まああの工事があの。これから着々と進んでいくという中で、まあもうすでに、その。 追い出しとか排除っていうのは、まあ起きてますしね。で実際あの世界一安全な都市として。東京エントリーして、承知したのに。あのテロ対策という名前のもとに、共謀罪とかですね。今までその否決され続けたものを新たに。オリンピックに向けて整備すると。なんかオリンピックっていうような。その二十歳経てれば、まあ何でもできるっていうのは、その今多分おそらくファベーラで起きていることっていうのは。オリンピックっていうスローガンのもとに、いろんな。 普段行われないような暴力的なこともきっと一気に起きてきたんだと思うんですけれども、あの今後、何か予定などはございますか。オリンピック災害お断りネットっていうのが、えー、と今後、立ち上がる予定でして、今週ですね、えー、とオリンピックの災害がお断りだということの集会とデモが行われます。はい、1月22日の えっと十二時からですね、えっとデモが五輪、えー、ファーストお断り、オリンピックやメロデモっていうのがありまして、えー、午後からは一、えー、時半からオリンピック災害お断りっていう集会が行われます。うん、はい。日本においてはやっぱりオリンピックってある種のすごく強い国策の一つということで。うん オリンピックお断りっていう言葉自体が非常にこうタブーな感じがあるんですけれども、そこら辺ってどういうふうに見ていらっしゃいますか。まさにその言えなくなるっていうこと自体が、これもオリンピック災害だということですね。まあスポーツ推進して健康にというふうにこと言ってますけれどもですね。なんか原発の問題は、あの、うん、後回しにしていたりとか。 実際に東京でオリンピックいくら使って、避難されている方々には全く。支援を打ち切ってしまうっていう中ですよね。また、まさにこれも、まあ、オリンピックにおける災害でありますし。なんとなくみんなの中で、あ、これもオリンピックの、オリンピック災害かなって、ちょっとずつ思って。感じてもらえればなと思います。まあ、これからね、まさに三年半ということで、あの工事も。 まあ進んでいく一方で建設計画ですらまだ固まってないことがあのたくさんあるのであのリオにあの引けを取らないぐらいいろんな問題が山積しているかなというふうに思いますけれどもあの引き続きですねよろししくお願いいたします、はい,しいします、はい、今日はどうもありがとうございました。